こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、全身ユニクロコーデ7月編ということで、皆さんに動画をお届けしたいと思っております。はい、ということでね、まあ、本来であれば7月って、まだ梅雨が明けてないぐらいの時期なので、着こなしとしてもですね、それなりに真夏との差別化ができるんですが、 今年はですね、ちょっと例年にないほどの早い梅雨明けだったので、早くもですね、本来だったら8月に持ってくるようなコーディネートを7月の初旬から皆さんガンガンにしてるかなと思うんですね。まあ、僕自身もそうで、本来であれば真夏に向けて温存しておきたい短パンとかもですね、もうガンガン履いてる状況なんですが、そんな今年のですね、例外的な7月に合うようなコーディネートを 今回は3つ考えてみましたので、ぜひ皆さん、今回の着こなしを1つの参考にしながら、7月の着こなし、全身ユニクロもですね、決して不可能ではないので、楽しんでいただければなと思っています。 ちなみに、現状のユニクロの店内はどうかというと、夏物よりもですね、だんだん秋物が増えてきている段階なんですね。まあ、ユニクロの商品ってちょっと早めに入荷しているので、結構ですね、夏物に関しては5月6月ぐらいからもう入荷してたんですけども、今だからこそ使えるようなものもたくさんあるので、ぜひ今回の動画を参考にしながら、足りないものがあったらユニクロで買い足しながらですね、 コーディネートを楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょうはい、ということで、一つ目のコーディネートから皆さんに解説したいなと思っているんですが、まずは大人っぽくベーシックなですね、着こなしを皆さんにお届けしたいなと思っています。上半身に着ているのはこちら。 オープンカラーシャツですね。これを着ることで夏場であっても適度な小綺麗さを出せるのでもうマストなアイテムかなと思うんですね。この動画の中でもですね、いろんなオープンカラーシャツ皆さんにお勧めしてきましたが、今回僕が着ているのはユニクロの大定番になっているオープンカラーシャツ。カラーはオリーブですね。これがすごくいい色なんですよ。他にも色のバリエーションたくさんあるんですが、まあ、オリーブというのは気軽に着やすい色ではないと思うんですね。 ある程度、おしゃれについて知ってる方が、ネイビーとかグレーの次に選ぶような色なので、人との差別化もできますし、なおかつですね、色味の綺麗さというところも使えるので、これはですね、1枚持っておくと、すごく便利かなと思います。ユニコロのこちらのオリーブの色合いなんですが、やぼったく見えるようなオリーブではなくて、ちょっとこう、クリーンさもあって、これはね、すごく使いやすいと思います。男性にとってベーシックなホワイトだとか、ブラックだとか、グレーだとか、そういったものとも相性がいいので、 あんまり頭を使わずに簡単にコーディネートできるので、このオリーブのオープンカラーシャツはめちゃくちゃおすすめです。値段もこなれていますので、ぜひ皆さんもですね、一着買い足してもいいんじゃないかなと思います。サイズはですね、僕身長1 6 4センチ5 3キロで、適正サイズは S になるんですが、あえてワンサイズ上を選んでいます。 それでもですね、決して大きすぎることはないんですね。袖も長すぎないですし、身幅もですね、適度にゆとりがあるぐらいなので、まあこれぐらいであれば大人っぽくてすごくバランスはいいのかなと思います。もっとベーシックに着たい方は通常通りのサイズでもいいかなと思うんですが、ややほんのりトレンド感出したいのであれば、ワンサイズアップでもいいんじゃないのかなと思います。この内側にはですね、丸首の白 T シャツですね。これは結構何でもいいです。 スーピマコットンの T シャツでもいいですし、ユニクロのスポーティーな T シャツもありますよね。真っ白のものであれば結構ですね、ちょっと見えるぐらいなので全く問題ないです。そういった機能的な T シャツは速乾性が高かったりするので、まあ重ね着の際にもすごく使えるので、そういったもので代用するのもいいかなと思います。この白がちょっと覗くだけで爽やかさが出せるかなと思うので、ぜひ白 T シャツとオリーブのシャツという重ね着ですね。ここはトライをしていただきたいなと思っています。そしてボトムスなんです いつもはですね、スマートアングルパンツを履くことが多いんですが、今回はですね、ちょっとベーシックにしたかったので、感動パンツを合わせています。 ま、シルエットの違いなんですが、まず横から見たところですね。もうちょっと、スマーカンクルパンツって、もも周りにゆとりがあるんですよ。一方で、このカンドパンツっていうのは、シルエットかなり細いですよね。足をラインにフィットしているので、すごく綺麗に足を見せることができるんですね。より大人っぽく見せるという意味では、こちら、使い勝手がいいです。ただ、ま、すごくベーシックなので、もうちょっとトレンド感出したい方は、僕が大好きな、タックテーパードパンツのダークグレー。これもね、めちゃくちゃ色合いが 綺麗なのでぜひそちらで代用していただきたいなと思いますこちらのカンドパンツもダークグレーの色合いがめちゃくちゃいいんですよねグレーの中でも深めで 結構ブラックと同じように全体の着こなしを引き締めてくれるんですが、ブラックほど重たくないというところですごく使い勝手がいいので、このダークグレーのボトムスとの組み合わせもぜひ皆さん参考にしていただきたいなと思ってます。もちろんお手持ちのブラックのスマートアンクルパンツとかそういったものでも相性がいいので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、ブラックだけではなくてダークグレーの着こなしというところも試していただきたいなと思ってます。そして足元はグルガサンダルですね。これは昨年購入した GE のものなんですが、まあ、これ何 何でも靴は合うんですね。白のレザースニーカーでも合うし、ブラック系のスニーカーでも合うんですが、ちょっとトレンド感を出したいとか、涼しさを出したいというのであれば、このようなグルカサンダルが相性抜群なので、ぜひこのような着こなし、そのまま真似してもいいですし、ちょっとカスタマイズもしてみるのもいいかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思っています。 はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、オープンカラーシャツの色を変えてみました。手抜きで大変申し訳ないんですが、先ほどはオリーブ色を選びましたが、今度はベージュをですね、着てみました。これ実はですね、昨日買ったばっかりなんですね。ベージュのオープンカラーシャツは、実はこう、今季のユニクロとマルニのものを持っているので、今年は オリジナルのものは買わないでいたんですが、まあ実際に試着してみたところ、これまたすごく使いやすかったので、思わず購入をしてしまいました。まあ、マルインとのコラボレーションモデルはなかなかもうですね、在庫が少なくなっているので、まあ、こちらの通常のユニクロのですね、ベージュのオープンカラーチャッツ皆さんにお勧めしたいなと思うんですが、ベージュの色味もすごくいいんですよね。明るめのベージュなんですが、少しですね、 グレーがかったところもあって、大人っぽくて上品な雰囲気は楽しめるかなと思います。こちらもオリーブと同様に微光沢があるので、このあたりの生地の上品さっていうところも存分に楽しめるのかなと思ってます。で、サイズに関してはですね、こちらも M サイズを選ぶことで、少しゆったりめを意識しました。内側に着てるのはですね、白 T なんですけども、これはですね、無地ではなくて、今回はプリントを合わせています。今のコーディネートのように、前を閉じて、 大人っぽく上品に着てあげるのもいいですし、あとは前を開けてもですね、全然印象が変わるんですね。ちょっと開けてみましょうか。こんな形で内側に着ているプリント T シャツをちょっと見せてあげるのも意外とバランスがいいかなと思います。もうちょっとお見せしますと、こちらですね、今季の UT ですね。 モネの作品がプリントされているもので、まあ、横長のプリントなんですけども、結構大人っぽい配色になっていまして、このようなグリーン系の色が差し色になるので、個人的に気に入っています。まあ、羽織り物感覚でサクッと T シャツの上に羽織るのもなかなかバランスがいいかなと思うので、このような着こなしも試していただきたいなと思っています。で、ボトムスはですね、今回短パンにしました。先ほどのようにロング丈のパンツと短パンとは、また全然印象が変わるかなと思います。 短パンのですね、良いところとしては、圧倒的に楽だし、涼しいっていうところですね。カジュアルな雰囲気も漂うので、良さもたくさんあるんですが、一方で子供っぽく見えがちというデメリットもあるので、そのあたりは一枚上にですね、オープンカラーシャツを羽織ることで、一定の小綺麗さを出してあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。えー、ボトムスに関してはこれはユニコのギアショーツですね。これはもう王道ですね。 めちゃくちゃ使い勝手がいいですし、竹の長さだとか、その太さ、このバランスも完璧なので、一本ぜひ皆さんも持っておいていただきたいなと思っています。で、足元なんですが、今回は、 先ほどのグルカサンダルとは別に、ちょっとですね、大人っぽいんだけど、よりカジュアル感の高まる、ビルケンシュトックのですね、スエドのサンダルを履いてみました。まあ短パンなんだね、そんなに小綺麗にしすぎるよりは、これぐらいの感じがリアルで使いやすいかなと思うんですが、一方で、ウーフォスだとか、ナイキのエアリフトだとか、あとは他オネオネのサンダルだとか、あまりスポーティに振りすぎてしまうと、このオープンカラーシャツとちょっと雰囲気合わないので、一定の小綺麗さがあるサンダルの方が、 使い勝手がいいんじゃないかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、このような形でコーディネートを楽しんでいただければなと思っています。ただ、先ほどご紹介したグルカサンダルもめちゃくちゃ相性がいいので、こちらの方でコーディネートするのも全く問題がないかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんのお手持ちのものでカスタマイズしながらこの着こなしを楽しんでいただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目のコーディネートなんですが、 今度はですね、シャツから T シャツに着替えてみたわけなんですが、夏の大定番であるユニクロユのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツですね。こちらのブラックを着てみました。どうでしょうかブラックの T シャツって結構シャープに見えるので、僕はですね、大人の男性にはかなりおすすめなんですね。白とか無地の T シャツもいいんですが、より引き締まって見えるので、個人的にはこのようなアプローチも1枚あってもいいんじゃないのかなと思います。 サイズはですね、いつも S サイズが定番なんですが、ワンサイズ上げて M サイズを選ぶことで少しゆったりしていますが、ただそこまでですね、大胆すぎる形ではないので、まあ、気軽に使いやすいサイズ感かなと思います。 そしてボトムスなんですが、今回はダークグレーのボトムスを選んでみました。で、こちらは一番最初のボトムスとはまた別で、タックテーパードパンツですね。ゆとりがだいぶあるのがわかるかなと思います。腰周りだとか、もも周りには結構ゆとりがありまして、たっぷりめになっていますよね。ただ膝下からはテーパードが効いているので、適度に細いので、そんなにこう、ドカッとしたワイドなボトムスではないので、意外と使いやすいんですね。 僕はですね、ブラックのタックテーパードパンツめちゃくちゃ使ってるんですが、このダークグレーもかなり完成度が高いなと思っていまして、特に上半身にブラックだとかネイビーのトップスを持ってきたときには、 下がブラックだとさすがに重たすぎてしまうのでそのような時にこそこういったダークグレーを着ることで色の差を作ることができますし、まあ、モノトーンのスタイルが作ることができるんですね T シャツのスタイルってかなりカジュアルめになりがちなのであえてこのように色数を絞ってダークグレーとブラックでモノトーンスタイルを作るというのも意外と使いやすいかなと思うのでぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています で、足元はですね、さすがにブラック系だと重たいので、白のジャーマントレーナーを合わせることで、少し軽さを出してみました。まあ、ただ、靴に関しても、思い切ってボノトーンで黒のグルガサンダルなんかで合わせても、シャープでかっこいいかなと思うので、そのあたりはお手持ちのものでカスタマイズしていただきたいなと思います。で、スタイルとしては結構シンプルなので、手元ですね、こういった時計だとか、 バングルだとか、あとはこのようなサングラスですね。こういったもので、ちょっとアクセントを足してあげるとシンプルになりすぎないので、ぜひこのようなスタイルも結構ですね、夏場使えるスタイルかなと思います。もちろん T シャツがちょっと重たいなという方は、白に変えてあげるのもいいと思いますし、ユニクロのエアリズムコットン、他にもいろんな色があるので、あとはオリーブだとか、パープルだとか、そういったものに変えてカスタマイズするのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、全身ユニクロコーデ7月編ということで、まあ、具体的にですね、3つのコーディネート、 皆さんにご紹介させていただきました。いや、結構ですね、着替えるだけで汗だくになるぐらい暑いわけなんですが、ぜひ皆さんもですね、夏本番はですね、今年は早かったわけなんですが、7月のコーデも存分に楽しんでいただければなと思います。トップスはオープンカラーシャツを着てみたいだとか、あとは T シャツをメインにしてみたりだとか、ボトムスも短パンを使ったり、ロング丈のパンツを使ったりだとか、まあ単調になりがちな夏の着こなしも、 結構ユニコーンのアイテムをですね、バリエーション揃えておくことで、見栄えをですね、大きく変えることもできるので、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら、真夏の気温なし、存分に楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、メンズファッションの気本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けの アイテムですとかコーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。大体2週に1度のペースで生配信もしていまして、皆さんのご質問にもガンガン答えますので、ぜひ参加していただければなと思っています。また、なかなかゆっくり動画を見る時間がないよなという方にはですね、オンラインサロンをお勧めしています。 そちらの方では、1日にだいたい5回ぐらいですね、記事をアップするんですが、写真ですとか文章ベースで、だいたい1分ぐらいで読めるような分量になってますので、こちらもですね、気になる方は概要欄からチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。